はい、皆さんこんにちは、ドットリキングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで本日はこちらですね、ユベントスの最強の作り方シリーズ第2弾ということで話していきたいと思います。前回デリフトの動画ですね、かなりいろいろとぶっちゃけて話しましたけども、ちょっと長くなったので今日はですね、ちょっとサクッといきたいなというふうに思っています。はい、じゃあまず最強のブッフォンからいきましょう。はい、ジャンルイジ・ブッフォンですね。とんでもなく強いのは間違いないということで、まずもうスキル話してしまいますが、ここにつけてるスキルは、気にしないでください。付け替えます。はい、で、一つ目のスキルですね。これはですね、ブロックですね。S のブロックを持ってる方であれば当然それが一番候補で、持ってないのであればうちもですね、A のブロックがレジェンドマッチで来ていた、キーパーですね、あの選手を、余分に取ってますので、その選手から、移植しようかなと思っています。このミラクルセーブつけてるのは、シンプルにですね、ちょっといろいろと見てみたかった、この、リファインセーブとのこの発動の感じ、見たかったっていうのと、あとは、ランク A のミラクルセーブであれば、リファインセーブの邪魔をしないので、このエラプトフィードのところにブロックをつけようと思ってました。だからミラクルセーブ A とブロックでいこうかなと思ってたんですけど、エラプトフィードがですね、やっぱりこのキーパーからのエラプトフィードってあるかないかって結構違うんですよね。なんでもうこれはエラプトフィードかなということでエラプトフィードをつけたので、後からなので、このミラクルセーブのところはブロックを上塗りするという感じになるかなというふうに思います。まとめると、ブロックは必ずつけましょう。でこれはやっぱりドリブルとかすごい脅威になってきて、タックルが外されたりした時に最後の砦でブロック出るか出ないかっていうところが、失点を下げるかどうかっていうところになってくるので、ブロックは必ずつけましょう。で残りの一つは、エラプトフィードを持っているのであればエラプトフィードで、チェインフィードとかはつけなくていいと思います。それをつけるぐらいだったらこのミラクルセーブとかがいいのかなというふうに思いますが、気をつけてほしいのが S のセーブ、スパイダーセーブとか S のパワフルセーブとかテクニカルセーブ、これは絶対に載せないでください。S のテクニカルセーブとか、要は S のノーマルセーブスキルをつけてしまうと、こんな優秀なリファインセーブの発動率が下がってしまいますので、半分まで。なのでもうそれは絶対つけない。なんで、もしセーブをつけるのであれば、このリファインセーブの S とこの S を邪魔しないために発動抽選2巡目に回ってくれるランク A の優秀な、こっちか、ミラクルセーブだったりとか、配布星4のイギータが持っていた、スコーピオンセーブ A とか、こういうのだったらいいのかなというふうに思います。で、あとはですね、 S でつけてもいいとすれば、最近来ていたファンデルサールの、あのクールハンドセーブとか、そうですね、リファインセーブに肩を並べるぐらい、この超特大アップレベルの S の、セービングだったらつけてもいいのかなというふうに思います。はい、ということで、うちはエラプトフィードとブロックでいこうかなというふうに思っています。で、遺跡特区に関しては鉄壁、間違いなく一つ目は鉄壁で、もう一つはブロック、何でしたっけ、あれですね、飛び出しスキルの発動率特大アップ、この2種類にするのがいいかなというふうに思います。でアクセサリーは何度も言ってる通り、このゴールキーパーの特殊ステータス、セービング、飛び出し、ハイボール、これがついてるものを選ぶ、これがもう鉄則ですね。はい、でこれはどこで取れるのかっていうと、ツアーですね、ワールドツアーで取れるのと、あとはですね、また別でお話ししようと思いますけども、今来たばかりの、新しいスペインリーグでですね、この何でしたっけ、アクセサリー、ゴールキーパーのアクセサリーがドロップするようになってます。ただそれはブロンズなので、そんなに強くないかなというふうに思いますし、なのでワールドツアーを待って、でそのワールドツアーで、来週来ますので、おそらく来週来るワールドツアーでこの、特殊ゴールキーパーのステータスを持ったものを取っていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということで、最強のジャンルイジブッフォン、まあこんな感じで作りましたということですね。続いてキエリーニ、はい、キエリーニはまあタックルを2つ基本で持ってるので、まあタックルはもうこれで任せるというところで、マーク持ってるので、まあここはパスカットでしょっていうところですね。一つはパスカットで、もう一つはまあこれ人によりますけども、僕はラプトフィードがもう足りないんで、持ってないんでチェインフィード、まあラプトフィード持ってる人だったら絶対ラプトフィードがいいかなと思います。でステータス、まあ移籍特区に関して言うと守護者とインターセプターでいいんじゃないかなというふうに思います。でアクセサリーは、このスタムがいいかなというふうに思いますね。ロングパススキルの発動率でチェインフィードを上げてくれて、マークスキルでプレディクトマーク A をさらに上げてくれて、コンボ効果でパスカットが上がるっていう感じで、まあ、僕は、スタムのアクセサリーが合うなと思ってつけてます。はい、っていう感じで、デリフト、ブッフォン、キエリニ、こんな感じで作ってます。で続いてエブラですね。エブラ、はい、エブラに関してはこんな感じで、まあ、ここはですね、まあ、一つはドリブルでいいと思います。ドリブル、まあ、なぜかというと、まあ、シンプルにサイドバックなので、やっぱり上に上がってってのラプトフィードクロスっていうところで、やっぱり運ぶドリブルを中心にして、複合系のドリブルを持ってるのであれば、スパイクドリブル、スマッシュドリブル、めちゃくちゃいいと思います。であとは最近、話題のインサイシブドリブルだったり、メイアルアドリブル、まあ、この辺もいいのかなというふうに思います。まあ、特に、今回ピエモンテ染めってなってくると、監督もドリブルのバフついてますし、かなりドリブルの上昇値上がってるので、特大アップのブースターとかスマッシュとかスパイクじゃなくても、メイアルアとかマスタードリブルとかの大アップでも十分、強烈かなというふうにも思います。ただうちはですね、ちょっと在庫がないので、運ぶドリブル中心でブースタードリブルというところで、ドリブルパスをアップさせるというところで、これを選んでつけています。でラスト1個で、ラスト1個は、まあ、タックルかパスカット、マーク、まあ、この辺が有効かなと思いますが、まあ、僕はですね、まあ、もともと持ってるデモリッシュタックルの発動がすごい良かったので、じゃあもう S のデモリッシュタックルつけちゃえっていうことで、もともとのエブラのその発動しやすいものっていうのを全体で並べて使ってます。でこのエブラめちゃくちゃ強いです。多分この特徴の奮闘とかバレウマとか、も効いてるのと、あとはステータスぶりと、あと監督との相性だったりとかもあると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ活躍してくれてるので、まあ、満足してますね。スマッシュスパイク取ったら付け替えようかなと思ってましたけど、意外とこれが、うまく効いてるので、まあ、このままでもいいのかなというふうに思っています。で移籍特訓に関して言うと、やっぱりエラプトフィードを中心に発動してほしいので、調律師ですね。でロングパスは調律師とここでやって、ドリブルもこのランドフィードでカバーして、でデモリッシュタックルを上げるために守護者だから、守護者と調律師をつけてますっていうのがおすすめですね。はい、でさっきドリブルがいいっていう初の話、もう一つやっぱランドフィードついてるんで、ドリブルつけないのはもったいないですね。なんでドリブルがないっていうのはちょっとありえないかなというふうに思います。でアクセサリーはもちろんこちら、ジ・インビンシブルズということで、まあ、金のアクセサリーをつけていったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。でまあここでパスカットスキルの発動率も上がるので、パスカットもすごく悩ましかったんですけど、まあそれ以上にやっぱり、刈り取るっていうところでデモリッシュがよく出るんだったら、もうそれが一番いいかなと思って、デモリッシュ S をつけました。はい、まあ、もちろんここはブラストタックルの S とかでも全然強いと思います。ここはまあお好みですね。ブラストかデモリッシュかで、バッファローもありだとは思います。だから順番で言うと、デモリッシュ、ブラスト、バッファローが、この順番でエブラには相性がいいのかなというふうに思っています。はい、ということで、今日ちょっと短くなりますが、さささっとこんな感じで、ブッフォン、キエリーニ、
エブラの作り方ご紹介させていただきました。あとベンタンクールに関してはちょっと使っていかないので動画は作らないとして、あとディバラ、ロナウド、ネドベドに関してはメンバーシップの方でお伝えしていこうと思いますので、メンバーの方楽しみにお待ちください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。To leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh.